こんにちは、吉谷さん。どの業界にもトッププレイヤーっていますよね。まあ、私はよくね、ABC ランク付けするんですけども、まあ、一流どころと言われている方、これがですね、まあ、A ランクというふうに言えるかなと思いますし、まあ、中堅どころとかね、ベテランと言われる方が B ランクなのかなと思いますね。で、まあ、初心者の部類っていうのが、まあ、C ランクというふうに分けるとすると、誰しも初心者から始めるわけなんですよ。で、そして私はですね、以前、麻雀屋さんっていうね、マーケットにいたんですよ。多分麻雀屋さんのマーケットにいて、中堅 B ランクだったとは思うんですけども、その麻雀屋っていうね、業界にいた時に、じゃあ A ランクを見たらどんな生活なのかな、どんな収入なのかな、どんな自由な暮らしなのかな、どんなストレスなのかなって考えたら、まあおそらくですけども、麻雀関係で、まあ、生計が立てれてる人ってのは、ゼロと言ってもいいぐらいいないんですよね。まあ、一部博打をして違法なギャンブルに手を染めてって方はいると思いますけども、じゃあ麻雀だけでねタレント活動ができているかっていうこととか、麻雀だけで収益がね自分の生活を支えるぐらいかっていうと、これはね、まあどこで線を引くかっていうことはあるんですけども、まあないかなっていうところなんですよ。まあ例えばね、女性麻雀うちでグラビアに出てるとかね、そういう風なのが麻雀の活動なのかどうかっていうことはありますけども、そこまで私はちょっと違うんではないかなと思うんですよ。まあ常に麻雀牌に触れて麻雀の教育をしてっていうことで言ったら、まあひどい世界なんだろうなと思いますね。で、私はですね、ずっと10年以上その麻雀ってものに関わって、麻雀屋の親父でしたからね。で、そこでどんなに頑張ってもどんなに年数尽くしても、まあ行くところはないなと思ったんですよ。そして麻雀業界はどんどんシュリンクしていく。麻雀業界っていうくくり方もまたね、いろいろあるんですけども、子供の麻雀とかね、健康麻雀、老人麻雀とかっていうのを広げたら増えてるのかもしれませんけども、麻雀店経営っていう形で言うと急速にシュリンクしていったんですよね。まあその中でもこれは先はないぞと、いうことを考えて、そっから抜け出したわけなんですけども、多分麻雀っていう世界とね、それから、まあ、パチンコと比べて恐縮なんですけど、パチンコっていう業界と比べたりとかね、セガとかみたいなゲームセンターみたいなところと比べたりとか、まあ、それからね、ネットビジネスと比べたりとかね、まあ、いろんな業界比べるときに、まあ、麻雀の業界ってのはそんなにハイランクではないだろうと思うんですよ。ちょっとまだ全然未分化でね、ギャンブル色強くて、実際に麻雀に関わってる人はお金かけて違法なギャンブルやってる人ばっかりなんで、ただそういう人格の人だと言われてもしょうがないんですよ。お金かけて自分のことは正当化するけども、他の悪いところをつついたりとかね、人のあらを探したりとかね、まあそういうところを言われたらもうその通りなんで、まあ、私もね他人事ではないなというふうに過ごしてきたんですけども、じゃあその時に新しい世界に突破する時に、新しい世界に出ていく時に、何かね、その麻雀が本業でもいいんですよ。だからその本業と同じぐらいのエネルギーを傾けて新しい世界に出ていったかなって言ったら、多分ほとんどの方は行かないと思うんですよね。だってネットビジネスだって YouTuber だって何でもいいんですけども、今されてる仕事と同じエネルギーを傾ける、いやいやその10分の1でもいいんですよ。10分の1のエネルギーを傾ければ、これはね、そのインターネットビジネス業界っていうのは C ランクでも十分な所得になりますね。初心者でもです、まあ、初心者のレベルもこのパソコンのキー操作がこんなんだとかね、なんすかコピーペーストの意味が分かりませんとかっていうのは、まあ、C ランクどころではないかもしれませんけども、 C ランクの中でも C ランクかもしれませんけども、まあ YouTube のアカウントが作れて、メールの送信ができて、で検索ができると、要するに検索ができるってことは自習ができるってことなんですよ。自分で自分を教育することができると、自分で必要な情報を取っていくことができるってことが検索ができるというのとイコールですから、分かんないことがあったら検索して調べてみたいなのを繰り返していったらですね、まあ、大体まあ中堅どころに近い力はつくんですよね。まあそうなったら、例えば YouTube を始めるのどうしようかっていうようなレベルではないんですよ。 YouTube は当たり前に始めてて、で YouTube をねいっぱいやってるんですけど、動画を出してるんですけども、ちょっとなんかアドバイスないですかみたいなレベルから来るんですけども、いやなんか顔出しがどうもねとか、編集がうまくいかないんですよとか、いやそんな才能ないですよっていうのは、ちょっと C ランクの中でも C ランクで、どういう例えをするかっていうと、麻雀店の経営をしたいけど、麻雀のルールが分かりませんと、麻雀をやったこともないです、
麻雀ってどうなんですかねって、あれなんかギャンブルとか言われてないですかみたいな、顔出し恥ずかしいんですけどみたいな、で麻雀で、逮捕されないんですかみたいなレベルの人が麻雀的営をしようかどうかっていうことを本気で考えてるぐらい滑稽なわけなんですよ。さあ総じて、申し上げましょう、まとめてね、あのまあ何ですかね、単なるエンターテインメントなんですよ。例えばね、吉谷さんの動画を見るのも映画を見てるような感覚で、見てる間フラストレーションが解消されて何かができた気になってるけども、見終わった後に、元の暮らしに戻っちゃうみたいなね。例えて言えば、私たちはあのランボーとかね、それからシルベスター・スタローンさんのロッキーとか見るわけですよ。ものすごく見てる間その気になってね、こんな俺強くなった気がするわけですよ。で見終わったらしばらくは熱があるんですけども、でも考えてみたら、よいこらしょっとペットボトルのね段ボール1個あげるのもなんか疲れたなみたいな感じになって現実に引き戻されちゃって、まあ、筋トレするわけでもないし、ジョギングするわけでもないし、するにしても3日ぐらいで終わるし、まあ今度すりゃいいやみたいな感じでね、年だけ取っていくみたいなところなんじゃないかなと思うんですよ。まあそう考えると、お金を稼ぎたいとかね、ネットビジネスで副業したいとかっていうのも、人の動画を見てる間はその気になるけども、人の動画が終わったらまたしぼんでしゅんってなってね、ましてやそのダンベルでこうやってやるかみたいなのをね例えると、じゃあ YouTube 作るために何か作業するかって言ったらシュンとなっちゃうみたいなね、そんなことの繰り返しで人生が終わっていくではないかなと思うんですよ。でもやっぱね、そういうことではできないですよね。本当にそれだったら憧れない方がいいと思います、厳しいだけですよ、その現実から離れていって、どん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 ね。で、状況はどんどん不利になっていきます。私はブログの量産で一山を当てた時期がありましたけども、今ブログの量産だけでもね、ダメだと思いますんで、アルゴリズムも変わりましたし。で、YouTube も2020年にもしね、取り組めないんだったら、2021年からはもうチャンスはないと思います。もう大体ね、チャンネル登録者数100万人とか10万人が許容される数って限られてくるんですよ。特に日本語だけでやってる間は。これもうわかるじゃないですか。YouTube にチャンネル登録者100万人の席がたくさん余ってるかって余ってないですから。やっぱり視聴者っていうのは時間があるわけですよ。1日24時間の中でも YouTube 見れるのが1時間とか2時間って限られてるわけですよ。昔からテレビのチャンネル争いってありましたけども、テレビだってこの A っていうね、フジテレビならフジテレビを見ていただいてる間はテレビ朝日って見られないんですよね。だから視聴率の取り合いなわけですよ。 YouTube も同じで視聴者数の取り合いですから、この私の動画を見てるってことは他の動画見れないでしょ。で、私は2つの動画同時に見ることができますけども、それはね特殊なんですよ。大抵の方は1つの動画を見てる間は他のことができませんから、YouTube を始めようかなとかネットビジネスを始めようかなと思ったら、もうチャンネル登録者数を抑えておかないといけないんですよね。もしくは定期的に再生されるような圧倒的なファンを自分に囲っておかないといけないんですよ。さあそういうことを言うと、2020年が最後のチャンス、どういった切り口で最後のチャンスっていうか、この2020年にね、やっぱり少なくとも3000本ぐらいの動画をアップロードできない人はもうこの YouTube に席はないんですよ。3000本ですよ、1月でしょ。だから1日10本で300日、3000本、まあこれができなかったらもうアウトですよね。もしくは100本ぐらいしか上げてないけどもヒット作をどんどん飛ばせるみたいな、秋元康みたいなね、ツンクみたいな、そんな人はいいんですけども、そんな天才は今多分この動画見てないです。だからこの動画見てるってことは本当にね、平凡な力で10人並みの努力しかしなかったし、だから10人並みの結果しか出てこなかったんでフラストレーションがあって将来にも不安なんでしょ。ってことは今年 YouTube を3000本ずつくらいぐらいのね、他の人がそんなにやったのみたいなことね、自分でも今3000本作ってない人はそんなにできないよって思うじゃないですか。でそれをやらないとどんなに有利なプラットフォームでもチャンスはないんですよ、だと思いますよ。やっぱりね、私たちは多くの方にどう評価してもらえるかが全てですから、自分が自分のことを評価してよく頑張ったって言ってもそれはね何にもならないんですよね。まあですんでね、YouTube だけではないですけども、とりあえずネットビジネスで稼ぎたいんだったら YouTube はマスターしておかないともうこれはね無理ですね。で見てるだけではダメです。見てる以上に見る10倍アップロードしないと、見る10倍ですよ。私のバランスが今そんな感じです。 YouTube 見るんだけども、見たらもうね、もう動画アップロードしたことがいっぱいできるんですよ。 YouTube 一本見るじゃないですか。例えば今田中敦彦さんのね YouTube 大学ってのを見ますけども、あれ見たら
こうメモしたことがもうノートが真っ黒ですですよ吉田さん。このぐらいになるんですよ、メモしたことが。だからアップしたい内容がたくさんあってもうアップしきれないんですよ。アップアップです本当に。でも一日ぼーっと過ごしてて動画作る意欲が湧かないってことは、あの見たり聞いたりしたことの中から自分を強く動かすようなね、そんな衝動を拾ってないんですよ全然。もう右から左になるんですよね。例えばオーストラリアの森林火災っていうのが4ヶ月続いてますけども、730万ヘクタールも焼けてるんですよ。これは九州の面積の2つ分が消失して10億匹以上の野生動物が死んでるんですよね。そんな事実を知った時にやばいと思ってこれ動画で知らせないとって思うのか、それとも大変だね、でも自分の暮らしの方が大変だからねって言って結局何の情報アップもしないかってことですよね。ネットビジネスで稼ぐってことは、一つはですよ、基本的にはどれだけアップアウトプットしたかっていうアウトプットレースなわけですよ、ね、アウトプットレースにまず負けていたらもうチャンスはないわけなんですよ。だからこの動画を見てる段階で、いや私はね YouTube の動画を1000本上げてますよっていう人、その人は次のステージに進めますけども、1000本以下の人は1000本取るところまでが最初のレースになっちゃうんで、もう手遅れになっちゃうわけですよね。だから今の時点でね、もう動画ぐらいは1000本2000本アップしてるよっていうのが当たり前だといいかなと思いますけども、あなたはいかがでしょうか。さあ今年のレースはね、最終レース第4コーナー回ってますよ。もう次のチャンスはないですよあとは詐欺商材が出てるんで、それを適当に買ってかもられて最後の資金を失うだけというルートでございます。それではいってらっしゃい。